韓国軍が世界に大恥をさらしました。昨年末頃、日本政府が閣議決定した安保関連3文書で、戦後初となる重大な方向転換が起こりました。それは、敵基地攻撃能力、いわゆる反撃能力の保有を明記したということ。正直、個人的には、これくらいは明記されていて当然だと思うんですが、ようやく、左翼の反対を押し切って決断がなされました。しかし、このことについて、韓国政府は相変わらずというか、また、意味のわからないことを言っているようです。2022年12月16日の閣議決定当日、韓国外交部は、朝鮮半島を対象とする反撃能力行使のように、朝鮮半島の安保及び国益に重大な影響を及ぼす事案については、事前に我が国との緊密な協議と同意が不可欠だ。と、早々に発言しました。そして、その後韓国軍も、韓国の領土を朝鮮半島とその付属島嶼と明記した憲法第3条に基づき、北朝鮮は韓国の領土となっている。このため、韓国の承認を得ず北朝鮮を攻撃することはできない。と主張したんです。北朝鮮に反撃するときは、韓国の承認が必要なんですか？なんで？それなら、韓国さんも、北朝鮮からミサイルが飛んでくるのを止めてくれるんですかね？正直、議論にも値しない内容なので、私も動画を作る気になれなかったんですが、この後、とんでもない事件が起きていたので、皆さんにお知らせしたいと思います。なんと、北朝鮮の無人機が、韓国の領空を越えて侵入してきたそうなんですが、これを迎え撃つべく出撃した韓国戦闘機などが、100発以上のミサイルを放つも、すべて外し、最後は撃墜したというんです。しかも、その後、とんでもないオチが発覚して。というわけで、今回は、安保3文書に発狂するお隣さんと、お粗末すぎる韓国空軍の失態について見ていきたいと思います。それでは、行ってみましょう。国の安全保障に関する国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画を合わせて安保3文書と呼んでいます。日本政府は防衛力を強めるためにこれら3つの文書を改定しました。台湾を狙う中国。過去に例のない頻度で弾道ミサイルを発射している北朝鮮。そして国際秩序の根幹を揺るがすロシアなど、日本を取り巻く安全保障環境が急速に厳しさを増していることから、抜本的な強化が必要でした。文書は、国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画の順番で連動していて、内容はより具体的になっていくように作られています。国家安全保障戦略は、外交、防衛の基本方針を定めたもので、平成25年に初めて策定されました。10年程度の期間を念頭に置いていて、改定は初めてになります。今の戦略では、基本理念に、積極的平和主義の立場から、国際社会の平和と安定に寄与することを掲げています。しかし、一方で、中国の対外姿勢や軍事動向を、国際社会の懸念事項と明記しています。国家防衛戦略と名称が変更される防衛計画の大綱、いわゆる防衛大綱は、日本の防衛力整備の指針です。10年程度の期間を念頭に防衛力の在り方や保有すべき水準を規定しています。昭和51年以降、過去6回策定されていて、改定されれば平成30年以来の出来事となります。最後に、防衛力整備計画に名称が変更される中期防衛力整備計画。いわゆる中期防は、防衛大綱に基づいて、具体的な装備品の整備の規模や防衛費の総額などを定めたものです。今の中期防は、令和元年度から5年度までの5年間の計画で、防衛力整備の水準を総額27兆4700億円程度としています。ところで、この改定によって、具体的にはどういったことが変わっていくのでしょうか。それは、何と言っても、日本自身が攻撃力を持つということ。今回の安保3文書改定の一番の肝となります。戦後初の最も大きな動きですよね。
日本の防衛政策、日米同盟のあり方に大きな変化が生まれそうです。これまで日米同盟は盾と矛の関係でした。日本側は防御的な能力を持ち、アメリカ側が攻撃的な能力を持つということでやってきましたよね。日本が攻撃されれば、日本自身も身を守ることができますが、さらなる攻撃を防ぐため、あるいは報復するための攻撃力はアメリカに依存してきたわけです。それが今回の安保文書に基づいて、日本自身が反撃能力を持つということになります。ただ、反撃能力といっても、報復のためではなく、あくまで2撃、3撃を妨害するためのものですから、盾の延長と言えないこともない程度ではあります。それでも、日本自身が他国の領域を直接攻撃できる能力を持つということになり、日本の防衛政策、そして日米同盟のあり方に大きな変化をもたらすことになるのは間違いありません。そして、アメリカから長距離巡航ミサイルを買うという話も出てきていますし、さらには、日本自身が、いわゆる、極超音速の能力を開発して持つことになる可能性もあります。これまでの装備体系とは異なる形で進んでいくことになります。そして、それが現実となると、今、最大の課題になっているミサイルギャップが解決されます。地上配備型のミサイルに対し、中国は、台湾や日本を攻撃できるミサイルを約2000発持っているわけですが、日本はゼロ。2000対ゼロというのは、やはり圧倒的なギャップがあります。このままだと、中国が先に攻撃してしまえば、日本、あるいはそこに展開している米軍は手を出せないのではないか、と思われてしまう可能性が高いですよね。しかし、日本が反撃能力として、たとえ1000発程度であっても所持すれば1000対2000となります。中国側が攻撃を考える際に、自分たちも反撃されるかもしれないな、と思えば、抑止につながる可能性も高いでしょう。そう考えると、この改定は、本当に大きな変更であるということがわかります。それでは続いて、この安保3文書改定に対して、北朝鮮は、どのような反応をしているのか、また、その北朝鮮に対する、韓国や日本の対応について見てみましょう。北朝鮮外務省は、安保3文書改定のニュースを受けて、朝鮮中央通信を通じて報道官談話を発表しました。日本が事実上他国に対する先制攻撃能力の保有を公式化する新たな安保戦略を採択することにより、朝鮮半島と東アジア地域に重大な安保危機をもたらしていると批判。いや、お前らのせいなんですけどね。また日本が主張する反撃能力は主権国家の合法的な自衛権保有とは全く関連がなく、他国の領土を打撃するための先制攻撃能力だとし、日本の新しい侵略路線の公式化で東アジアの安保環境は根本的に変わったと主張しました。その上で、我々は日本の不当かつ野望実現の企みに対し、朝鮮民主主義人民共和国がどれほど憂慮し不快に感じているかを引き続き実際の行動で示す。日本は近く感じることになる身震いする戦慄によって明らかな誤りとあまりに危険な選択をしたことに気づくだろうと警告しました。そういうことはミサイル撃つのやめてから言ってほしいですね。またこの改定への抗議のつもりなのか、こんなニュースもありました。1月1日未明、首都平壌の両村付近から日本海に向けて短距離弾道ミサイル1発を発射した。最高高度は約100キロ、飛行距離は約350キロで、日本の排他的経済水域 EEZ の外側に落下したものと推定される。北朝鮮は前日にも弾道ミサイルを発射していて、年末年始に2日続けて軍事行動に出る異例の事態となった。年末年始のおめでたい時に北朝鮮は何をやってくれてるんでしょう。北朝鮮にはお正月はないんでしょうか。北朝鮮の朝鮮中央通信は、北朝鮮が2022年12月31日午前と23年1月1日未明に2日連続で発射したミサイルは超大型放射砲の試射だったと報じていました。兵器の性能と信頼性が確かめられたとして、
金正恩総書記が出席して式典が開かれたと伝えられました。北朝鮮の闇深さが本当に不気味で、お正月早々、本当に嫌な気分にさせられるニュースでしたね。このことを受けて、日米韓では、北朝鮮が昨年以上に軍事的挑発を活発化させる可能性もあるとみて、警戒を強めています。ミサイル発射を受けて、韓国のユン・ソギョル大統領は、韓国軍制服組トップのキム・スンギョム合同参謀本部議長に対し、敵のあらゆる挑発に対し、確実に報復しなければならない。と指示しました。また、日本政府は、北京の大使館ルートを通じて厳重に抗議。岸田文雄首相は、情報収集、分析に全力を挙げ、国民に対して、迅速、的確な情報提供を行うことや、不測の事態に備え、万全の体制を取ることなどを関係省庁に指示しました。浜田靖一防衛省は、北朝鮮は、立て続けにミサイル発射を繰り返しており、断じて容認できない。と話しています。一方、北朝鮮の金正恩総書記は、昨年末に開かれた党中央委員会総会で、核弾頭の保有量を大幅に増やす方針を示しています。朝鮮中央通信によると、金総書記は、南朝鮮、韓国が、疑う余地のない、我々の明白な敵となっている現況は、戦術核兵器の多量生産の重要性と必要性が強調され、核弾頭の保有量を大幅に増やすことを求めている。と指摘。2023年度、核武力と国防を発展させるという戦略を表明しました。また、金総書記は、核武力は、戦争抑止と平和安定の主語を、第一の任務とするが、抑止失敗の際に、第二の使命も決行する。とも述べています。この発言について、韓国の聯合ニュースは、武力衝突が起きれば、核兵器を攻撃手段として用いる考えを示したものとみられる。と解説していました。北朝鮮が核武力の強化を明言したことについて、韓国国防部は、北が、もし核使用を試みるのならば、金正恩政権は終末を迎えるということを厳重に警告する。と強調していたようです。結局、韓国と北朝鮮は、お互いに睨み合ってバチバチってことですね。北朝鮮は、年末から年明けにかけて、こんな状態で、やる気満々なのですが、先ほどの韓国の、北朝鮮は、韓国の領土という主張を尊重するとしたら、北が放った弾道ミサイルは、韓国が放ったことにはなりませんか？北の弾道ミサイルは、日本の排他的経済水域、EEZ 内に何度も落下し、時には日本列島をも越え、我々の生活に支障をきたしています。韓国政府が日本政府の方針を否定するのであれば、国際社会を脅かす北朝鮮の言動について、同じ領土である韓国が責任を取るべきではないでしょうか。日本の国家安全保障戦略についての韓国側の主張は、完全に矛盾しています。12月26日、北朝鮮の無人機5機が南北軍事境界線を越えて韓国の領空に侵入しました。韓国軍合同参謀本部の発表によると、北朝鮮の無人機侵入を受けて韓国軍は戦闘機と攻撃用ヘリコプターを発進。そしてヘリコプターが100発もの射撃を行った。にもかかわらず撃ち漏らしたんだそうです。100発撃って1回も当たらないとか、避けゲーかな。そして、続けて発進させた戦闘機は離陸中に墜落。しかも、墜落した場所は、民家から300メートル、小学校から50メートル離れたところでした。人的被害は発生しなかったものの、一歩間違えれば自国民が死んでいたかもしれません。おまけに、翌日の27日には、再び、韓国軍が北朝鮮の無人機だと思われるものを確認したため、戦闘機や攻撃ヘリでおよそ3時間も追跡したんですが、後に、それは鳥の群れだったことが判明。これは恥ずかしいですね。なんともお粗末な出来事が世界に報道されてしまいました。韓国軍の失態に北朝鮮の金正恩総書記は高笑いしてたんじゃないでしょうか。それよりも冷静になってよく考えてみると、韓国が北朝鮮の無人機に対して他国の承認を得ずに反撃できるのであれば、日本だって、北朝鮮が、
日本に危害を加えようとした時に他国の承認を得ずに反撃しても問題ないと思いますが、日本の反撃行使についてはアメリカのハイノ・クリンク元国防次官補代理も、米政府が運営するメディアボイスオブアメリカ韓国語版で、北朝鮮のミサイル発射に日本が反撃能力を行使する際に韓国の同意が必要になるかという記者の質問に対して、そんな状況では韓国政府のいかなる許可も必要ないと思う。正直なところ他国の許可は必要ない、と述べています。彼の発言からもわかるように、韓国政府の日本政府に対する発言は内政干渉のようなものですよね。このハイノ・クリンク元国防次官補代理の発言に対して韓国国民の反応が多数上がっていました。その一部をご紹介しましょう。アメリカは沈黙を貫くのではなく、むしろ日本の決定を評価する。だって日本が朝鮮半島に戦争を仕掛けることを歓迎するアメリカを信じられるか。日本は北朝鮮との間に問題が生じれば韓国をバッシングして反撃してくる。日本という国はいつも力のバランスが崩れたら戦争を起こす国だ。もう自衛隊ではなく攻撃可能な軍隊を持つ日本。もちろん日本が反撃能力を保有すべきだと考える韓国国民も少なからず存在するのですが、政府や軍の、北朝鮮は憲法上韓国領なのだから韓国の承認を得ずに北朝鮮を攻撃することはできない、という主張は国民の多数の意見のようです。だったら北朝鮮の無人機に反撃する韓国政府の方針を韓国国民はおかしいと思わなければならないですし、韓国政府は自分たちの矛盾した行動に気づかなければならないんじゃないでしょうか。北朝鮮という自国領と自国民を攻撃してもいいんですか。自分たちは他国の許可なしに反撃しておいて、日本の反撃には韓国の承認が必要だなんてよく言えたものです。韓国の発言は本当に矛盾だらけです。親日政権と言われるユン・ソンニョル政権ですらこのレベル。韓国が左派政権に戻ったらもっと激しい日本バッシングが起こりそうですね。いかがでしたか。当チャンネルの感想ですが、韓国の矛盾ある行動は日常茶飯事なのでさほど驚きもしませんが、それほどまでに安保3文書の改定は大きな転機となるということでしょう。韓国や北朝鮮以外にも今後何か動きが見られるかもしれません。それにしても改めて日本はロシアや中国、北朝鮮と核兵器を今にも使いそうな国のすごく近くに位置しているということに恐怖を感じますね。本気で日本人も地下シェルターを準備した方がいいかもしれませんね。2023年何事も起こらないことを祈ります。よかったら皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。